本日は元宮内庁式部職学部首席学長で現在芸術院会員の宇野秀明先生にお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。宇野先生は文野家の第44代にあたり1000年以上学家として雅楽を伝承する家に、1944年生まれました。宮内庁式部職学部の予科生から始めたんですね。で学生として7年間修行し22歳で学士となり65歳で定年退職するまで、国家公務員として勤めました。退職後も、国内外で意欲的な活動を続けております。その宇野先生にですね、今まで雅楽を演奏してきた学士としての、経験をこれから聞いていってみたいと思います。よろしくお願いします。まずはですね、学家というものですけれども、文の家、豊かという一文字を書いて文の家、これは、先祖は天武天皇につながっているんですか？天武天皇の王子 その大津皇子が一応、始祖と言われております。はい、それが、それから44代目に当たるわけですけれども、はいはい、千数百年前、大津皇子というの、大津皇子は千数百年前の方なわけですよね。はい、それから代々、途切れることなく、雅楽の家を引き継いできたということですけれども、この44代、1300年の歴史について先生はどのようなこう感覚値を持っていますでしょうか？今は文の家といっても少ないです。昔は多くて、で数えてみたら大体、雅楽に携わっていたものはですね、大体300人近く、はい、おります。はい、で大体は全部秋がつきます。で私も秋がつくんですけども、春夏秋冬のその中で、名のある人っていうのはほんのわずかで、あとはほとんど、知らない方の人ばっかりですけど、だからそういうものがですね、世襲と制度で、あと継いで、で次につなげるという、これが一番大きな原因だと思いますけど、だから私はいつも名もないそういう方が大変愛おしくてですね、そういう人がいたからこそ今の自分がいるということで、それが世襲の大事なことじゃないかなと思っております。44代の中に300人ぐらい学士がいて、そうですね、家が他にもたくさんあったわけですから、44代って一つの家の、でその中の、今残ってるのは2つだけになってしまいました。もっとたくさん、あったわけですね。文の家の中でたくさん家がある中で、そうですね、家がある、その中で合わせると300人いる中の、はいはいはい、その他にももちろん文の家とか大の家とか白家とかたくさんある中の文の家っていうのは、どのような立場だったのでしょうか？京都型、要するに雅楽って京都、奈良、大阪、はい、この3つの、で三方学とできております、はい、その中の京都型の学人で、主に商が一番専門として、やってまいりました。その、はい、名もない300人いたとおっしゃってましたけれども、その中には非常に名もある方もいらっしゃいましたよね。はい、その唯一が大芸賞というのを書きました、はい、豊原の、炭焼き、胸焼きとも言いますけど、私どもは炭焼きと言ってますけど、それが最も有名で、三大雅楽の蔵書ですか、教訓書、大言書、雅楽録とで、この中の一つを書き上げて、その人がいたから自分の家も今あるんじゃないかなっていうのは、大言書をちょうどその応仁の乱の頃の人で、で自分の書いたものをそれこそ戦火を逃れて抱いて、こう いろいろ あちこちへ移動したということを聞いておりますけど、そういう人がいたので、今があるんじゃないかなと思っています。あとは、足利義満に賞を欲しいたっていうの、源の義満ですね。源の義満、豊原の、時明、はい、というのはその文の家の秘局っていうのは豊川義満に、
前の方が教えたんですけど、で自分の家のものが全部それをその分からなくなってしまったんですね。で義満だけが知ってたんで、豊原の時明が足柄山まで、箱根のあそこまで来て、で教え返してもらったっていう、まあ有名な足柄山伝説ですけど、これは割と世間に知られた一番有名な、伝説だと思うんですけど、実際には時代が合わなくて、おそらくそれはその一代前の豊原の時元というものが、ではなかったのかなと言われておりますけど、でも伝説としては豊原の時明が足柄山で、大式町の入場という教え返してもらったというのは掛け軸なんかでも結構たくさんありますね。普段は教えてる立場の人が逆に教わって、教えたものを教え返してもらったというエピソードですね、はいはい、奈良時代から平安時代を経て、鬼の乱というのが一番ガークの危機を乗り越えて、代々こう受け継がれてきたわけですけれども、明治になって、その三方学祖から江戸に集まってきて、完全にこうそれまでのシステムっていうのが変わったわけですよね。でそれまでは一子相伝で必ず親から子供に教えてたと思うんですけれども、それっていうのは、本当に自分の 長男だけに教えていたんでしょうかね。でも次男も三男もみんな継いでますから、ただその秘局といえる自分の家のものというのが、はい、長男だけ一番大切なものだけ、だと思います。はい、でも習わせて、そこからいろんな家が生まれたということですね。はい、で、それっていうのは何歳ぐらいから教えていたんでしょう、子供には。小さい頃から、それは昔はなんか5歳で、ご奨励を全部アップしてるみたい。それも私の同じ名前で、それは豊原の房明って秀明って書くんですけど、それがなんか5歳ぐらいで、天才だって言われて、のがいたようですけど、だから、本当に5歳かどうか分かりますけど、でも昔は子供のものっていうのもあったし、道具であるとか、だから案外、もっともっと若い頃から5歳ぐらいからそうやってやってたものもいたのかもしれませんね。そうですね、家料瓶とか工場とかは子供の前ですから、小さい頃から教えて、そこから始めてっていうことがあったかもしれないですね。その一子相伝、自分の家で伝えていくっていうものが明治になってがらりと変わったわけですけれども、そこで明治選定府というものができて、明治にそれまでは三方学祖でそれぞれ家で楽譜を持っていたり舞を持っていたりしたものが、明治の時代に江戸、東京ですかね、に集まって、そう全部差し出して、そしてそこの学部の有力な、学長上の者がお互いに相談して、そして今の明治選定府というのを、整理したんですね。重要な曲を集めて何を演奏していくかっていうのを決めて、でその後楽譜も統一してたんですよね。でその時からは、自分の子供にはもう教えなくなってきたんでしょうか、明治。これがね、不思議なんですけどね、実際には、要するに今、先ほどの学生の時期では子供、親子では全くやらないですね。でね、なぜかなと思って、それ前までは逆ですよね、子供だけに教えて、でそのところが学部に来てからは違う先生が、だ私もそうですけど、違う家の者が私のことを教え、で私も違うものに教えてるという、でそれはね、おそらくだから、偏らないでしょうね。要するに自然と、なんだろう、他の今まであった他の家の者もその自分に身につきますから、だから家のこと、ものを少しっていうふうに言ったのは卒業してからですね。卒業してから親父とか祖父がにちょっとこう、三方学祖があって、それぞれの流派が、みたいなものが一つに集まった時に、こう偏らないようにいろんな人にこう
いろんな人から教わって、はい、ということをしてますね。むしろ自分の家の流派でないものの、あの流れのものを先生にだったですね、はい、で現在の宮内庁式部職学部という、まあ、中学を卒業してから、入り、試験を受けて入りますよね。今はもう今は小学校からないです。あ、よかっていうのも今今は私もそうです。途中、はい、あの義務教育のことで非常に学校がうるさくてまかりならんってなったんです、はい、今はまた良くなって、はい、あの中学から入れるようになりました。あ、よかは中学生中学からですね。だから3年間ね。もっと小学生から入ってる人はいなかった。よくは、よくは自体も前から中学生ですね、はい、で先生はあの子供の頃に、前をおじい様から、はい、習われたっていう話を聞いたんですけれども、それは、その小さい頃に、まあ、あのヨガに入る前におじい様から習われたっていうのは、それは何か特別な事情があったんでしょうか。それあのちょうど私と同じぐらい4人 の, あのいたんです。 あの学部に入るものがね。あ、同い年ぐらい で,、はい、で4人いるんだから、道部はこの機会を逃したらもうできないということで、はい、で道部をやらされたんです。そしてその時にちょうどあの、エチオピアの皇帝が来て、日本初 の, あの晩餐会で、じゃあ胡蝶をやろうということ、はい、でそれが日本初の晩餐会、日本初の晩餐会、それが何年って、だからいや調べれば分かんない、昭和だから32、3年じゃないですか。32年か3年ぐらいです、ね、それが日本初 の,、はい、あの晩餐会です、ね、はい、でその時にあの学部の方で、これはあのこの機会を逃したら、もう二度とこういう機会はないだろうと、はい、で、じゃあ胡蝶って言う。でその時に私の祖父もだからじゃあって呼んで、もう体感してましたけど、私にその舞を、そのでそれは終わってもしばらくあのお稽古学部にしたんですよ、お稽古で。ところが本家になって安倍喜眼先生っていうのは先生になったら、うちの祖父はもう一切もう安倍君に、安倍君って言ったのは祖父、はいはい、大先生ですね、うん、安倍君にあれはお世話になったら僕はもうあれだから、うん、あの安倍君、あの喜眼先生ですね、はい、先生に見てもらって、それから一切、はい、あの口を出さなくなったっていうのが、それがやっぱりもしかするとそのなんだろう、みんなに、うん、あの世襲ではない、なんかこう自分の教え方とあれが要するに混乱するといけないっていう親心みたいなことじゃなかったかなと思うんですよね。あのまあおそらくその小学生ぐらいの頃だとそういう事情っていうのは全くわからなかったですけれども、あのそれを思うと逆に、今現在の、まあ、その明治以降のシステムからすると自分の親とか、祖父に習うことっていうのは なかったわけですよね。それが、特別な事情でそれを経験できたっていうのは今考えるとやっぱりどのような感じだったんでしょうか。その当時との、あの当時はもしかしたらそのおじい様に習うっていうことは別に特別なことじゃなかったか、それかまあ例えばその時になんかあの自分の親戚から習えるとか、なんか今考えるとなんかそのあたりをちょっといやー、あのねもう無理変に原稿ですよね。もう怖いし、であの矛盾だらけでね、言ってること、もう要するに祖父もいい年ですから、もう口のかもうだっつえもうあの時でもすでにもう80以上、あそう、もう90近かったのかな。ところがね、舞を教えるとなるともうね、こう要するにこうなっちゃうんですよね、はいはい、もうだからもう真剣でもちょっとおかしいと、はい、まあでもその教え方っていうと、もうさっきまで右、本当さっきまで右って言ったのがすぐにもう左、要するにその右やってると、なんでお前その右やる番がいるかっていうような、もう無理変に原稿、もうわけのわかんないことですね。でも思えばそういうなんかわけのわかんないお稽古っていうのは一番なんか、身に自分で、まあ、どうなにもしそうだっ身についてるっていうのはそういうところだったでしょうね。
だからただそのそういうものって口で説明できないんです。だから逆に言うと、うん、今もなかなか口では説明しないんだけど、できないんだけど、なんかその祖父のその教え方っていうのは、うん、あのきっとその言葉で表現できないことがそのそうですね、伝わって、またそれが怖かったっていう。そうですね、もう怖いのと少し怒りもね、もう矛盾だらけですからね、うん、もう怒りもある。でもやっぱり祖父はやっぱりか確かに、うん、名人って言われてたんですね。だから私は見たことない名人、やっぱりなんかそれ、そのなんか雰囲気っていうのはやっぱりあるもんですから、うん、抵抗できなかったですね。どうしてももう悔しいけど黙って、うん、で結局そのそれはよそでいいって言ってくれるんですよ時々。それはいいで、それだって言われてるんだけど自分では何がいいのか分かんない、うん、そういうの、そういうことばかりですね。で次自分じゃ同じことやってんのに、何お前そんなことやってんだって、だからねもう頭混乱しますよね。だからそれの連続でずっとやって、それがでも今思うとそれが一番なんか体に染みついてきたと言われればその時の経験ですよね。それが大体10歳ぐらいからヨガに入る前。いやヨガ入って、ヨガのうちはずっと高校になってから、あ、本格的な学校の稽古は高校になってからです。あ、はいはい、まあ、それまでヨガってありますけど1週間に一遍ですから、本当に学校の空気になじませるっていうみたいな具合ですよね。だからそれまでは結構なんでこんなことを、ね、やらされるのかなと思ってるんですけど、必ず10歳ぐらいから5、6年ぐらいの、はい、でそれから学部に入って阿部祈願先生に内容なんだとおっしゃいましたけれども、うん、でもいや入ってるのはあれですよ、12歳から13ですよ。あ、はい、ヨガ生から、いや僕もヨガ生からやってるから、はいはい、ただその時は、なんだろう、その時はまだね、うまいも三枚も、まあ、うちは僕はうまいっていうのは決まってましたけども、はい、その時はその国ぶりの歌舞伎っていう、まずその東関とか、ああいうものを、やってるんですね。だからそれは高校に本館になってから本格的にうまい、私は、ね、いやうまいだったらね、うまいになったということ、はい、そして阿部先生になったということで、うちの祖父がすっかりもうね、任せて、阿部先生、要するに祈願さんってのは先生ってのはもうその当時からすごい先生でしたから、はい、だからもう任せて、はい、だから一切口を出さなかったですね、うん、まあ、もちろんその、何もわからない頃から始めたのが、おじいさんから習って、学部に入ってから習った頃はもう物心もはっきりついてきて、かなりこう、ね、自分で自我という、目覚めてきた頃じゃないですか。で、まあ学生になってこれから本当に始めていくっていう時になって習ってる方がこうまた違う、気持ち的には違う言えない、ね、その2人の先生を多分そっちの後から習った阿部祈願先生の方がの占める位置っていうのがこう大きくなってくるわけじゃないですか。いや、これは何だろう、なんかここまで別にいいことだ、変な話が、阿部先生が私が祖父に教わってるってのはもう分かってるんですよね、はい、もういやそれは前ぶり見れば分かっちゃうから、はい、だから逆に言うと阿部先生の方が遠慮したようなところもありまして、前に関してはね、結構ね、だからまあそれほどきつかったから、割とその時もう何だろう、動きとかそういうのはかなりこう染みついてたからね、なかなか、だけど手順の違いとか表紙の受け方とか、そういうことをだからむしろ阿部祈願先生が学びましてね、だから基本的な体型っていうのはね、なんだろうか、誰でもそんな変わんないですよね。だむしろそれから変化していくと違うんだけど、でもその一番元の時に祖父に教わってきたから、そのことが大切でもあるし、逆に言うとまたそこから抜け出せないっていうしがらみもまあ確かにありますよね。他の
学家の人たちはそれがなく、先生はそれに対してこう幸せだったとか、その祖父に習えたことについて何かどういうのか。いやあのね、いや、いや今に思うと ありがたいなと思いますけど、やってる時は全然まあそうですね、はい、本当に何でもね ありがたいと思うのは今ですよ。それから少しその言葉で言い表ちょっとでも言い表せるってなったのは最近です。まあどんな楽器でもね、今まではなんとなくまあ小ならうんじゃですね、で毎日は腰が高いとかね低いとかっていうぐらいのことしか、でも今などなんとかこういうことなのかなって祖父の言ってる、その当時は全く分かんなかったことがね、それでも確信は持てませんよ、だけどこういうことなのかなっていうのはおぼろげながら今少し感じてますよね。別にでもそれがその文の家っていうところではなくて、それほど文の家っていうものは先生の場合はそんなに意識してる、あんまり自分はかといって私はその自分の文のっていうのに対してね、それはまあ誇りってありがたいなと思いますよね。変な話ぶっちゃけちゃえばその分のだから付き合ってくれる人もいるかもしれないし、でもそれと名前とそういうのと自分の持ってるものとか一致できるようにはしたいと思っておりますね。でまあ変な話は私、まあ、名前言いません、私の先輩がいて、それは楽器でも何でもないんですよね。だけどもうその人はものすごい努力して学部で学生の時もね、でもそういう人がいたんで、僕も自分もで、なぜそうかっていうと、自分がその人は一生懸命やって文も学系なのにね、もしそれがそのダメだったら名前が傷がつかれてる、そう思えたことが良かったですね、自分としてはね。もう絶対にもうあそこまでやってるんだから自分もなんとか一緒についていこうっていう、まあ、そういう人がいた。だから楽家という人を思いとすればそういうことですよね。だから名前はやっぱりなんとか名前に恥じないものをやりたいなというふうに。それからもう一つは何だろう、それを自分をみんなにその自分の持ってるものを教えるってことは、逆に言ったらなんか自分にもちゃんと返ってくるなと思いますよね。だからみんなに教えてみんなが上達するから、自分たちも我々もまた向上するんじゃないかなって。ただまあ中にはその教えちゃいけないとかね、昔はありましたよね、教えちゃいけないとか。で逆にそれはもうなんだろう、進歩しないことで、だからそれ何でもこれ教えることが自分にも進歩につながって、向上につながっているのかなというふうに今思ってますよね。そういう中で、まあ13歳から教科生で入って、65歳まで50年間、宮内庁で、活動してきたということですけれども、65歳で定年になってしまいますけれども、音楽家として65歳っていうと非常にまだ活動できる時だと思うんですけれども、そこでこう退職定年ということについてどう思われますでしょうか。こればっかりはもうどうしようもない、ま、これはもう公務員の、国家公務員の定めというでしょうか。だけどまあ本来は本当にこれからですよね。というのは私は何だろう、まあ、いろいろ人がおりますけども、自分はもう現役であるってのは別に学部退職になっても現役だと思ってますから、だから現役ってのはあくまでも通過点で、自分としてはあまりそういう意識はない。まあでも人にもよりますけどもね、自分は
学部が定年制度っていうのは確かに国家公務員として仕組みの中に入ってるからしょうがないのかもしれないけど、まあ、あとは個人個人の心の持ちようで、で私はだから60歳の時かまずそのリサイタルみたいなのもね、あれももうどっちかって言えばもう自分まあ、国家公務員としてはどうなのかどうか分かんないんだけど、まあ、自分のその音楽やってるものとして一つの節目として、やりたいと。でまあでも退職しても自分はもう現役で、だからまあ12億回じゃないけど大現役として続けていくって、まあ、これはもう今もって現役であり続けるっていうのは自分のモットーで、まあいつ現役を引退するかそれは分かんないけども、それは考えたらもうおしまいですからね、まあ、いつまでも現役でいて、あとは他の人は考えてくれることだって思ってますよね。そうそう、先ほどの最初の方の話からまたちょっとまた逆の立場になって、うんうん、息子さんが今、学士として宮内庁で、勤めてらっしゃいますけれども、その息子さんに教えたことっていうのはないんですか？あまり、でも前なんかはね、教えない、気になるから言うんですけど、だからね、それはありますよね。だけど、もちろん小なんかにも、例えば教えるっていうところまでいかないけども、でもやっぱりそのおじいさんから教わった時は、先生と生徒として教わったけれども、うん、今息子さんに教える時は、うん、まあアドバイスみたいな感じで言いますね。だからそれはね、逆に言うともうみんなに、他の今日もそれ皆さんに教えるのと同じことを言ってるだけですね、はいはい、意外とそう今のその学部のやってるのはもう本当に今でもこう回数でやって、うん、まあ、それも大事なことなんだけども、その細かいことはなぜかって分かんないことたくさんあるんですけどね、うん、だけどそれをまあ自分なりにこうだこうじゃないかっていう教え方は、でもそれは皆さんに教えると同じようにやってますよね、はい、でもその先ほどのおじい様の話にしても、学部を定年した後もやはりこう現役というか、うん、まあ襲われたわけですから、今の先生があるわけですし、はい、また定年退職した後も先生もいろんな活動をなさっていて、息子さんとか、まあ、我々もそうですけれども教わる機会があって、まあ学部何をしてんだね、いや昔と今と違うのは、今は息子と僕とも一緒に共演したりなんかしちゃいますよね、はい、やめても、はい、昔は本当に我々の時代っていうのはもう退職したらもうそんな仕事ありませんから、退職したらもう演奏の機会がもうほとんどなかったんですよね。だから昔は大変だったですよね。大変っていうか、まあ、つまんないっちゃう、もう今はもう辞めてからも、まあ、今なんか結構辞めてからの方が結構大変忙しくなってるぐらいだから、我々にとってだから一緒にね、息子と演奏するとかそういうことも昔よりはあるんで、でもまあそんなに、でもちょっとしたことは言いますよね。だけどやっぱりお互いプライドが、息子もプライドがあるから言うこと聞かないことはたくさんありますね。それはやっぱり親の関係が難しいんですよね。飛騨気分の雅楽アンサンブルという、はいはい、カリフォルニア公演をきっかけに、はい、組織して、できましたけれども、この活動について、先生が思うところは、一番僕が良かったのは、要するにいろんな人と出会えた、要するに演奏する人ね、はいはい、で今まではそんな機会もなかった、ね、ただ教えた先生と生徒だけだったのが一緒にこうなって、はい、演奏できたっていうこと、これはすごい貴重ですね。そうです、若い、特に若い人でもね、はい、そうですね、私からしても私は先生に習ってますけれども、うん、先生が教えてる人っていうのは私から全然知らない人だったわけですよね、それがこう一度に集まって優秀な
雅楽の演奏家っていうのが一度に集まって演奏するあのまたとない機会だったと思うんですけれども、これまでっていうのはどうしてもこう縦割りでこう、うん、あの別のバンドで一緒に演奏することがなくて、あの非常にこう画期的な機会で、カリフォルニアでも演奏しましたし、金沢でも公演を行いました。でその中で、まあ、曲目についてなんですけれども、神楽歌っていうのはこれ、楽師の方にとっては非常に重要な位置を占めているかと思うんですけれども、神楽歌って、そうですね、まあ、あの曲目とかじゃなくて精神的にその、楽師にとっての神楽歌っていうのはどういう感じのものなんでしょうか。あのというより僕はあの雅楽っていうのは歌感舞、要するに歌と感と舞をできて一人前の楽人って言えると思うんですけど、その中のその神楽歌っていうのは歌の中の最も大事なあのもので、あの難しいし、でもちろんあのなんだろう、あの祭典のね音楽ではありますけども、やっぱり音楽としてやっぱり歌、雅楽の歌の中でも大変貴重だし、あのそういう意味では特別なんですけども、あの要するに歌っていうのは、まあ、楽器がなくてできますよね。だから一番の感性っていうのは歌にその表すのが一番自然な、でそういう意味では非常にその あの公演でね、披露できたってとても嬉しいことですし、でその中でもその神楽歌ってのは最もあの今歴史も古いけれども、あの音楽的にもそれから感性も本当に要求されるもんで、はい、それが披露できたってのは、ね、大変貴重だったんじゃないかなと思いますよね。そうですね、今回 あの曲目の中で、まあ、神楽歌、潜在とか、序吹ですね、はい、それから調子というこのリズムのないフリーリズムの曲がありますけれども、この雅楽という音楽の中でこのフリーリズム無拍節というものはあのどのような先生にとっては感覚で演奏するものでしょうか。あのやっぱりあのなんだろう、なんか感性ってのありますよね。だけどそれってやっぱり長年何十年ってこうやってきたものがその自分のその感性がこう磨かれていく、要するに百節感のない本当に自分の、まあ、要するに才能みたいなもんですけども、なんかこの一番自然な雅楽の動きっていうのはあの要求される、だからその一番いい感性で演奏されたものがみんなも持ち合わせるってこの難しさっていうのはありますけど、この間はあのそういう意味では非常になんか、いい、まあそれもね気がついたってのは僕じゃないって、まあまあだからね、それはまあでも そういうのが気がつくっていうことが出会いがなければ分かんないわけだから、だから今回なんかあこういうそのやり方っていうのは調子にしても調子にしてもね、でそれも何て言うんだろう、みんながちゃんとしたものを持ってないと本当にただのバラバラになりますけど、だから非常に危ないですよね。バラバラでいいやっていうんであればあのやってそのなっちゃうかもしれないけど、そのちょっと間違えればバラバラになるものを表紙のないものをやってその合わせるっていうのかな、それはやっぱり気持ちが合わなきゃ合わせられないから、そういう意味ではあれは非常に貴重だし、まあ逆に言うと楽しい、楽しさも違う、今までなかった雅楽のそのなんかこう楽しさが出てきましたよね。今後この飛騨気分の雅楽アンサンブルはどのように発展していきますでしょうかね。いや、やっぱり海外公演で外国行ってね、そうですね、違う人の接して、であの私あの印象に残ってたのは、まあ、一緒にドイツに行った時に、
ドイツのお客さんが聴衆やってる時に目つぶってじっと してまして眠ってんじゃないかと思ったら、でもああいう弾き方はだあれは聞いてるんじゃなくて体でもってなんかこう音を浴びてるみたいな、ずっとね、だからああこういう弾き方が悪くてこういうところがあるのかなって、だからあれからなんか聴衆をいろんなやり方をやって、あの今回の金沢では特に、複雑なやり方ですよね。でもそれもね、ああいうのが原点じゃないかなと思って、要するにこう音を浴びるっていうのかな、音浴みたいな、だからああいうのは海外公演で一番初めに、海外公演で一番初めにこうなんかね感じたことだし、だからそういう機会がまたあって、また違ったなんか今までない弾き方とか演奏したことも、まあ、気がつくかもしれないしね。ですね、だから先生もう雅楽の生き字引なような方ですけれどもそのやっぱりこうそれだけをやってるんじゃなくて違う空気に触れて違う感覚の反応を得ることによってまた新しい発見が先生でもあるというこの講演だったわけですね。そうですね、まさにそうですね。またあの先生もお元気で活躍していただいて、はい、あのぜひこの先の活動も続けていきたいと思います。ありがとうございます。今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。